上泉徳也から1946年11月27日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。米沢藩士、上泉誠二郎の長男として生まれる。私立米沢中学校、攻撃者を経て、1886年12月、海軍兵学校を卒業し、1888年1月に海軍将尉任官。 海軍大学校で併合学生として学び、日清、葛城野、高千穂野、核分隊長、佐世保海兵団分隊長、クレチンジュフ参謀、大連湾陽光部副官、達田分隊長、墨江砲術長などを経て、1897年12月、海大商工科を卒業し、さらに水雷術練習所で学んだ。園水雷長、八重山副長、島海委員、 水雷町、秋津島、千代田の各副長佐世保海兵団副長竹式予工部、第二水雷伏設隊司令、高佐砂副長軍令部副官、剣道第一局員などを歴任。日露戦争では、大本営運輸通信部参謀であった。何は、あずま、いこまの各館長、横須賀交渉付、薩摩館長などを経て、1九百九年十二月、 海軍少将に進級。大港洋工部司令官、陳海防備隊司令官、横須賀水雷団長、横須賀水雷隊司令官、第一艦隊司令官、佐世保水雷隊司令官などを歴任し、1914年12月1日に海軍中将となり、予備役に編入された。その後、国風会会長を務めた、米沢海軍武官会会員。ありがとうございます。